ないかなと思ってもうエンジン切ろうかなと思ったんですけど、とっさに見たメカニックが手で引っ張られてすごいここで切り止まってでもなったんですけど、でもそれなりにハンドル曲がってましたけど、まあ、走れそうだっていうことで、もともと1周目にセーフティーカーが出たらこういう作戦で行こうっていうのもある程度シミュレーションあったんで、まあ、ガソリンでいっぱい入れてタイヤも変えて で、まあ、できるだけ頑張ろうということで曲げ回されて行ったんですけど、まああのまあ、1周入ってない組に比べて、1秒とかで走れれば1秒落ちで走れれば前に出れるのは分かったんで、まあ、あのなるべくタイヤを温存しながら前の5台に寄せていきたいと思って、まあ、途中ちょっとハンドル曲がってる影響であの5台厳しくなってきたんですけど、まあ、マネジメントは最後まできっちりできたんで、まあ、できる限りもできたかなと思います。そうですね、今年すごいあのチャンスあったんですけど、それでも無事できなかったんで、まあ、なんとか終盤でここで優勝で取れたのは大きいんで、速さ的にはもちろん優勝できる速さがあるんで、このままの勢いで最終戦で初優勝したいなと思います。はい、ありがとうございました。